秋空の下、長町、長田町を降りて国会議事堂側へ出てまいりました。議員会館が見えてます。会議堂へ向かって歩きます。右側が国会議事堂です。左側は図書館、国立国会図書館です。ね、コロナの関係で歩いてる人は少ないですね。車の量も少ないですし、まあ、国会も開かれてませんから、関連者の姿も少ないです。新橋駅行きのバスですが、1時間に2本ぐらいですね。新橋駅まで1、2、3、4つ目ですね。それだけ国会議事堂と新橋は近いわけです。本当、秋の爽やかな風が吹いてますし、なんか鳥のざわめきも、鳴き声も聞こえてきますね。
階山間バス駐車場入り口って書いてありますね。さすが人がいませんね。平日のこの時間に国会議事堂の前を歩いてる人がいません。
はい、一度前の方へ出てまいりました。